唐辛子を取る。入りすぎた。やばいやばい。どうする。これ戻せない。ちょっと辛い。じゃあちょっと辛めにいきましょうか。いいよ。どうも。花輪チャンネル。はい、どうも、花輪でございます。さあ、それではですね、コストコの商品で、ママにアレンジレシピ、はい、ね、やっていただこうと思いますけれども、はい、コスコちゃんから教えてもらった、はい、ローストビーフ。はい、ローストビーフ。めっちゃ美味しかったもんね、簡単で。本当にすごかった。うん、この肩ロースを使います、うん。で、これで簡単にできる、炊飯器でできる。簡単。ローストビーフ。うん、そして、うん、こちら、チョッピーのスープ。これもめっちゃ美味しくって、これでちょっとピラフでも作ろうかなと思って。いいですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、まずは肩ロース塊。うわー、大きいです。すごいですね。見てください、これすごいね。すごいんですよ、これは。それを半分にします。切るの、うん、さあ、塩コショウ。塩コショウします。うん、もうどっちも使っちゃうから、上も下も。いいね、いいね。もう関係ないから、うちは。もうこれもローストビーフ全部しちゃう。イオン出てるよ。イオン出てるよ。イオンも出てるのか。成長期。頑張ります。でも言うよ、朝。あ、そう。水入れるじゃん。へー。頑張りますって。かわいいね。かわいいなと思って。いきまーす。かわいいさ。はい。うまそう。肉ってテンション上がるね、やっぱ見てるだけで。そうだね。ね。上がるでしょ。うまそう。何これ。一番まずうまい肉だ。ね。じいちゃん大好きだね、これ。何が一番うまい肉かですね。やば、うまそう。ね、食べてた。ね、食べてた。で、今日ちょっとね、お酒とみりんが切れてたの。どうしよう。だからちょっと代用でワインを使う。使います。されてる。全然大丈夫です。はい、それを大さじ2杯。はい、約2杯。あ、酒ってほんとさ、ちょっともうちょっと4杯ぐらい入れときます。適量です。はい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 。ほぼ漏れてたけど、うん、大丈夫です。はい、これ大さじ2杯入れます。ちょっとみりんがないからごめんなさいね。ちょっと少し多めに、後からも調節します。超適当。適当です。これもだいたい1、2、3、4杯ぐらい入れましょう。にんにくも適量。確かに適量。はい、この中で入るかな。ほんの一回混ぜ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 唐揚げみたい。混ぜ混ぜ。これにぶち込む。鶏肉をぶち込みます。ぶち込みます。よいしょ。あっぱい。ジップロック。あ、そう、2つも入れんだ。全部2つ入れます。だからね、量だからね。うん、だからそう、大きさの調味料を、うん、混ぜ混ぜしよう。それやりてるの。あ、いいよ、触ってみる。感触を言って。うわー、どうですか。気持ちいい、このね。どうですか。超柔らかくないんだけど、マジで。あ、柔らか。うわー、これ気持ちいい。ママの目にいいよ。ここ、いや、いいよ。髪の腕とか。いや、いいよ。パパが好きだから。ここいいですか、ここ。うん、うん、なんで。やめろ、パパが好きだから。いつもここ、ずっと触ってる。難しいな、やめろって言ってんすよ、バラすの。確かに、二の腕みたいな。二の腕みたいな感じだね。うん、これをこれ入れます。たっぷり。たっぷり入れます。で、この中にぶっ込みます。ぶっ込みました。はい、はい、ぶっ込んだ。はい、で、これを洗濯機に入れて。洗濯機に入れてそれはそれでありかもしれない。ぶっ込みました。で、保温で40分。で、出来上がり。これ出来上がり、はい、これ低温調理ですね、これは。はい、もう40分経ったから出します。どうなってるか。どうなってるか。おー、よいしょ。よし、ちょっと冷ましとこうか。冷ましとこう。うん、冷ましてから
後から切ります。さあ、チョッピーのスープ、これでこれですよね。これ美味しいのよ、向こうの出汁が美味しいよね、最高。でこれをピラフにいたします。これは今日はピラフにするということですね。炊飯器でね、炊飯器でやっちゃいます。はい、これね、今これ3合入ってるから、はい、1合を 200ml だから 600ml 入れます。3合だから 600ml 入れます。はい、それを乗せていく。これなんだろう、これなんか、なんかの魚です。なんか白身の魚でございます。はい、でもそこにも炊飯器の中にぶち込んで、これが、なんとか貝、ムール貝入れます。あとアサリも本当にいっぱい入ってるの。あとマッシュルームとかあるから入れちゃう、どうする、入れます、入れちゃうマッシュルーム、エビちゃん入れようか、このままもぶっ込みます。エビーすげーな、クソエビー入れて、こっちがいいかな、入れてスイッチオン、オン、よし、これでもう出来上がります、多分。さあ、来た、これが本当に美味しいです。美味しいね。これじゃあ焼いていきますか。今日これをどうします。普通に焼いても美味しいけど、普通に焼いても美味しいけど、ちょっと味がそのまま、すっごい味が濃いから、これをスパゲティ、いいですね、ペペロンチーノ風にしたいなと思って、おにんにく様を入れます。にんにくってさ、美味しいよね。うまい、ね、食べるとね。でもじっくりじっくり炒めていきます。ちょっと細かく切ります、食べやすいように。そうね、まだ入ってるもんね。いっぱい入ってる、すごい量だよな。はい、唐辛子をちょっと、入りすぎた、やばどうする、戻せない、入れちゃった、ちょっと辛いよ。じゃあちょっと辛めにいきましょうか。いいよ。多分すごい辛いかもしんないけど、でもリュウとか辛いの好き。うわ、すっげえもう辛い。それはないよ、花輪さん。ほんと、どうも、すっごい、マジで、あ、匂いが辛いね。辛いよ、大丈夫かな、大丈夫。はい、何かあります。これだけでも全然うまいと思います。これだけでご飯に取っといてください。ちょっと急に思いつきだから、ちょっと美味しいかどうかごめんなさい、わかんないけど、多分美味しいと思う。これに具材を入れます。残りのチョッピーの、なんだっけ、チョッピーのスープのね、チョッピーのスープを入れて、玉ねぎとかこれ入ってるから、これも入れちゃいます。ここにお野菜、美味しくなればいいけど、ちょっとわかんないけど、さあ、それでは、大人気コーナー、晩酌コーナー行きたいと思います。本日はこちら、何度か紹介しますけどね、サントリーオールドウイスキー、やっぱりここにも戻ってきちゃうんですかね。日本人なんだと思います、やっぱり。これをこのぐらいですね。ハイボールでいただきます。強炭酸をゆっくりですよ、ゆっくりです。なるべく氷に当てないように、こう炭酸が飛ばないような形を意識して、水面張力、そして混ぜずにいきます。今日もいきましょう。よいしょ、いただきます。うまい。オード、ありがとうございます。うわ、これコスちゃんの、コスちゃんのコストコのイクラ、イクラと、あとコスちゃんのナッツ、イクラに反応
してきた。ましたね、この音。こういうのばっかり聞いてるわ。いやいや、ちょっと待って、俺これはさ。いや、俺のおつまみで。うまっ！うまっ！はい。そしてこのナッツも食べながら。はい、しょうちゃん。あなたが大好き。いいね。じゃあコメント紹介したいと思います。ねえ、前にこれ晩酌コーナーコメント紹介したんですよ。好きな人のコメントを。そしたらまた来たんです。私も花輪さんの晩酌コーナー大好きです。オーストラリアに住んでいて日本のお酒がなかなか飲めないのでいつも美味しそうだなと思いながら見ています。オーストラリアから見てくれておりますから。んー、すごい。すごいね、これは。はい、そしてもう一人来てます。花輪さんのお酒コーナーはいつもグラスいっぱいに入れてるのとっても美味しそうで飲みたくなりますなんてね。嬉しい言葉ですよ、これはね。そして質問が来てます。いつも楽しく見させてもらっています。質問です。花輪さん、智子さんは子供を怒る時はあるのでしょうか、見守るスタイルでしょうか、ということですけど。すごくいつも怒ってるね、はい、優しいけどいつも怒るね。いつもじゃないか、どうだろう。いや、いつも怒ってる全然普通に。でも俺は怒んないよね。そうね、花は怒んないね。俺は怒んないです。花は怒ってくれたら私は怒らなくて済むんだけど。まあそうです、その役割分担が。だから怒るのが分かんない、何で怒るの。チン何秒すればいいって言ったら怒るじゃん。え、チン何秒すればいいって怒るから。ママがね、怒んない。チン何秒すればいいって自分で考えて、本来怒るようなとこで怒んないで。違う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 分かんないとき怒られるの。なんで？言って。どこにあるって聞いて。どっちが？いや、勝利でしょ。聞きすぎ。え？ゆうちゃん分かるでしょ。毎回さ、俺の携帯どこにあるってそんなさ、ママが知るわけないじゃん。自分がずっと使ってんのに。確かに。いつ俺のあれはどこにあるって。確かにそれはいつも言ってるな。ね？ママに聞きすぎなんだろう。全部みんながママに聞きすぎちゃって。うん。あ、そのくらい自分に反応してる。それでパンクしてる感じなの。うん、そう。そうよ。ということらしいですね。その後、多分みんな分かってくれると思った、そんな。切れてる。僕は全然怒んないですから。花はまた。めちゃくちゃ悪いことしたらブチ切れますけどね。そんな悪いことその回、悪いことしてないから、したら怒るけど。うん。ね。悪いことしたら悪いことしないから、いい子だからね。うん、いい子だからもんね。という感じでございまして料理の続きいきますか。じゃあね、料理の続きいきましょう。